リチャード・ロー・シマヤマの闇なめはい、どうもこんにちは、第3回を迎えた闇なめでございます。私リチャード・ロー、ボーカルのシマヤマと申します。今回もよろしくお願いいたします。さて、今回はですね、まあ、前回やろうとしていたミュージックビデオの、お話でございます。今回ですねご紹介するバンドは、ドイツの、メロディアスハードロックバンドとでも申しましょうか、フェアワーニングというですね、バンドの曲のご紹介とミュージックビデオの紹介になります。で、フェアワーニングはですね、私も若かりし頃ですね、アルバムを友人からまあ紹介を受け、これいいよっていう感じで、買ってみたら、あ、いいじゃないかということで、曲調化すれば今のね、若い方たちからすればちょっとね古臭い感じがするかもしれません。例えて言うならどうですかね、昔あったあのシルベスタ・スタローンの映画にの後ろに流れるような感じの曲なんですけれども、まあ、当時私はそのフェアワーニングの曲をアルバムを聴きながら、ワクワクしてたわけでございます。でそのフェアワーニングのですねアルバムで3作目にあたる GO というアルバムの1曲目にですね、エンジェルオブヘブン、エンジェルズオブヘブンという曲がございまして、まあ第1投目ですね、もうアルバムを買いました。でああいうアルバムを買ってさあ聴こうかと、いうことになって1曲目をまあつけるわけですね。つけて聴いたら、やっぱフェアワーニングってかっこいいなと、思ったわけでございます。時は流れね、今こうやってあの様々なミュージシャンのミュージックビデオが見れるようになった当時の走りの頃ですかね、はい、いい時代になったなと見たかったミュージシャンのミュージックビデオをたくさんね、あのちょいちょい拾って見れる時代になったんで、あの頃の感動を再び映像とともにということで、さまざまなミュージシャンの中でもちろん私はフェアワーニングを探すわけでございます。そしてですね、フェアワーニングにたどり着きました。大好きな曲があるじゃないか、聴こう、聴きました、びっくりしました。はい、別にね好きなんで、好きということはまず念頭に置いといてください。大好きなバンドであることは念頭に置きながらも、ちょっと最初見た時にですね、いっぺん止めました。止めたというか、えっていう、ね、はい、いう感じで、ちょっと待てよ、これは見ていいものなのかという感じでですね思ってしまったと。で、まあね、ミュージックビデオというのはですね、まあ、さまざまなあのミュージシャンの人たちが、まあ、いろんなねあの映像関係の方とお話をされて準備をしやるわけであると思います。でフェアワーニングはですね、フェアワーニングはっていう言い方良くないかもしれないですけども、まあドイツ、本国ドイツの方であまり評価されずですね、日本では非常に爆発的な人気を博したということで、ひょっとしたらですね、ひょっとしたらですよ、それはもちろんエアロスミスとかレッドホットチリペッパーズとかボンジョビとかですね、ああいった U2 とかああいった方たちと比べれば、ひょっとしたら映像の方にお金をかけることはあまりできなかったのかもしれなかったんですけども、それはいいでしょう我々もリチャード・ローもですね、まあいろいろと駆使しながら映像を撮るわけでございますから。がですね、フェアワーニングのボーカリスト、トミー・ハートというですねボーカリストは非常にハイトーンの、すごくビブラートもかかる美しい声の持ち主で、しかもザ・ハードロックバンド、しかもメロディアスハードロックバンドを歌うために生まれてきたんじゃないかというぐらい非常に美声のボーカリストなんですね。憧れてます。未だにあんな声出たらいいなと思うこともありますけれども、まあ無理というぐらい、歌唱力のある方なんですけれども、このエンジェルズ・オブ・ヘブンのですね、曲を歌ってるトミー・ハートを見た瞬間、ちょっとまあ皆さん見ていただければいいんですけれども、ボーカリストではですね、まあスタンドマイクをこう立てながら、まあ映像の中心に立ったりとかライブの中心に立ったりとかして、まあそこで不動だったりとか、
周囲を動き回ったり、ギタリストとちょっと掛け合ったりとか、はい、まあ外国の方なんかのダンス非常にうまいので、ダンスをちょっと披露したりとか、アクロバティックなことをしたりとかするわけでございますけども、トミーハートさんはですね、まずは腰から下が一切動きません。はい、不動です。もうでスタンドマイクを持ってません。このエンジェルズオブヘブンに関しましては、スタンドマイク持ってないけれども、足元はずっと不動です。もうなんかなんすかね、石にでもなったんじゃないかっていうぐらい足はもうガチンと固まってます。そしてですね、上半身です顔もですね非常に綺麗な方なんで、顔立ちもいいんで、それに関しては結構見惚れる方もいるかもしれませんけれども、手がですね非常にびっくりしたと。普通はですね、普通はって言い方は変なんですけども、例えばこう遠くにいる人をこう手を差し伸べたりとか、まあ、することもあるでしょう。富畑さんもちょっとやってます、やってることもあるんですけれども、ずっとこう指パッチをしてるんですね。最初始まりました約1分10秒経ってちょっと指パッチしてます。おっ、まあでもおっと違うなと。そこまではまあ悪くない、悪くないというか、まあ お姉さん2人が出てきて、バンドのメンバーもちょいちょいと映って、うんうんうんって感じですね。ちょっとですね、こう指をパチンとするわけです。おっと指をパチンとしてるぞと思うわけでしょう。皆さんも見たら分かりますけれども、いやいや、まあでもまだ前半戦じゃないかと。ここからサビに入っていろいろやるわけだ、見ていきます。約、1分10秒ですね。1分25秒ぐらい経ったらまた指パッチンしてるんですね。はい、指パッチンで こんなんやってるわけです。おっとと、足元が動いてないぞと。うん、でも外国の人は結構ね、この後ちょっとこうターンしたりとか、アクロバティックなことしたりとか、まあ、何かするんじゃないかと。富山さん待ってるよと思うわけで、さあ来ました、3分20秒、はい、始まりました指パッチンタイムです。3分20秒くらいですね、ずっと、いやもうこれは幻じゃないと、トミーさんリズムを取ってるじゃないかと。ずっとこうリズムを取りながらいい曲が流れるんですね。でももうそこにしか目がいかない、もうそこにしか目がいかなくなりました。なので私の中のエンジェルズオブヘブンは一旦映像とともには終了して、はい、アルバムの方に戻るというですね、珍しい傾向がありますありました。はい、もちろんですね、まあフェアウニングファンの全ての人をこう私は代弁するわけではないので、あのミュージックビデオが素晴らしいと思う方もおられるかもしれませんけれども、私の中ではちょっと、ああ見なきゃよかったかなというですね、それでも見ちゃうんですね、それでも見ちゃいます。たまに本当にあのフェアウニングを検索したらやっぱりあの曲見ちゃうんですけれども、音だけやっぱ聞くの方が良かったんじゃないかなと少し後悔をした珍しいミュージックビデオです。しかもですね、演奏力も非常に高いバンドなんですけれども、ギターソロとかのところの部分にはなんか変なぼかしが入ってですね、見たいところがちょっと見れないとですね、これもうミュージックビデオ作成側の方に問題があるんじゃないかとですね、そこじゃないんだよ、見たいんだよっていうところがぼかされると。はい、そんなミュージックビデオをですね目の当たりにして、あの名曲エンジェルズオブヘブンが私の中で変わってしまったとですね、全てのミュージックビデオがその曲を全て美しく装飾するんではないなというですね、いい見本があったわけでございます。フェアワーニングエンジェルズで、検索すればですね、おそらく素晴らしい曲と演奏とともに、不動の場所を確保して指パッチンをしているトミーハートが見れるといった、まあ、今回の闇鍋第3回で、ございます。はい、まあ、ボーカリストといってもね、別にあの演者というか演技を全ての人ができるわけではないので、別にそこをどうのこうのと私ごときが言えるわけでは、私も結構大変なミュージックビデオとか動きが結構大変でございますし、ライブの時も変な動きしてますので笑われたこともありますので、同じ匂いをするのかしないのか分かりませんけれども、結構大変だということも お伝えしつつも、はい、今回の紹介に当たるわけでございます。例えて言うなら関西で言ったらちょっと関東圏の方は分からないかもしれない、上信の CM を見て
阪神タイガースの選手が出るんですけど、たまに棒読みの方がいるんですけどね、それを見るとほっこりしちゃうっていう、そんな感じで見ていただければありがたいんじゃないかなと思うわけでございます。はい、というわけでですね、第3回闇鍋、大好物ミュージックビデオのフェアワーニングエンジェルズオブヘブンのお話でございました。最後に、私たちリチャード・ローなんですけれども、来たる2020年12月13日にですね、大阪の梅田ジーラというところで、約1年ぶりくらいですけどもライブを行うこととなっております。非常にですね、まあ楽しみにしておるわけでございます。このご時世でございますので、皆さんもね、まあ引き続きお体に気をつけて、またもしよろしければ見に来ていただき、まあもし来れないんであれば、まあリチャードのホームページなど遊びに来ていただければと思うわけでございます。元気に活動していきますので、リチャードの方も何卒よろしくお願いいたします。はい、というわけで、今回のリチャードローしめもの闇鍋、これにて終了いたします。またお会いいたしましょう。さようなら。